写真拡大。西武は7日、ZOZO マリンスタジアムでロッテ1回戦、午後6時開始に臨む。今ZOZO マリンは球場特有の強風が吹き込んでおり、試合開始約2時間前の時点でスコアボードの風速計は左翼から一塁方向へ14メートルを示した。西武ナインは守備練習でフライをキャッチする練習を繰り返し、打球の流れを入念に確認した。